はーい、お疲れ様です。元光です。今回のお話なんですけど、ポケカ店バイヤーが涙目見てるぞーっていうのはな、そんなお話なんですけど、元光先日ですね、動画でこんな感じでね、ポケカ店バイヤーが前日からお店に並んでポケカを買いに来てるっていうことで、警察沙汰になるようなね、そんな騒動になってるよーっていうのをね、お話しさせてもらったんですけど、そうまでして買ったパックの値段がですね、暴落してるぞっていうことで話題になってるんですよね。まあ、その原因には メーカーの努力、受注生産しますということで、めちゃめちゃパックの受注生産ってめちゃめちゃすごいと思うんですけど、まあそういうこともあったりだとかしてるんですよね。うおー、転売屋爆死なんじゃねえのかーっていうのはそんなお話なんですけど、まあとにかく涙目を見てると、転売屋ヤーが。そしてですね、もう一つニュースで転売屋ヤーがボロクソ言われてるんですよね、子供から。まあその絵が土星論すぎるーっていうことでも話題になってるんで、まあこちらもね、ちょっと見ていこうかなと思います。元道のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったらぜひ。 チャンネル登録もよろししくお願いしますということでね、まあ、先日、みつ動画でお話した通り、かなり話題になってた話なんですけど、まあ、こんな感じでねえ、ポケカを買いに来た人がむちゃくちゃいてですね、その中には転売屋もいっぱいいたんじゃねえのかって言われててですね、まあ、子連れとかもいたんですよ。で、まあ、こんな感じで、ヨドバシカメラの周りに、前日の営業終了後からもう並んでる人がいっぱいいたみたいなんですけど、ちなみになんですけどね、そのポケカっていうのが、スノーハ クレイバースっていうこの2種類のポケモンパックが発売される日だったらしくて、こんな感じね。2種類あってね。えーっとね、値段がですね、ちょっと待ってね、下まで行くと値段が。 こんな感じで、1パック180円で30パック入ってるものなんですよ。まあ、なので、1つのボックス売りで5000円ぐらいなんですよね。えー、5400円ぐらいか。で、5000円のものを2ボックスまで、1人2ボックスまで買えるよっていうような、そんなポケカの販売がスタートして、警察座当になるぐらい人が集まる騒動になってたんですよね。もうこれ全国的だったんですけど、まあ、そうやって、転売ヤが買い占めた結果ですね、メルカリではこのワンボックスが、 22,000円とかで、えー、出品されるとかしかもそれを買うというそれぐらい相場が上がってたんですよね5,000円が22,000万円で売られてんですよどんだけ高騰してんだよっていう話なんですけどまあ、まあ、それは転売屋の買い占めのせいだと思うんですけどまあ、4倍ぐらいまで値段が上がってたよっていうことなんですけどその後ですねメーカーがこういう風に発表するんですよ一部拡張パック再出荷と受注生産についてっていうことでまあ、今回の2種類のパックは再出荷をするよ っていうことをね、えー、発表するとともに、ここ、拡張パック、クレイバースト、今回人気のあった方のクレイバーストに関しては、5月中旬頃に、えー、受注生産を検討しておりますということで、なんと、パックの受注生産を発表するんですよね。パックの受注生産って多分今までにないんじゃない,いやちょっと元水も全部は見れてないんですけど、まあ、再出荷とか、えー、再生産っていうのはよく聞くんですけど、で、限定品とかだったら受注生産もあるんですけど、見たことがね、 ただ今回パックのさ受注精査をするぞーっていうことになってるんですよね、まあ、なのでこの話を踏まえただけでも一気に値段が下がるんですよねこんな感じで、まあ、1万5000円が売れるか売れないかぐらいまで下がってるんですよまあそれでもまた高いんですけど一気に値段が下がったーっていうことで転売だからしたらめちゃめちゃラビダメなわけなんですよねまあそれにはもう一つ原因もあってですねこのパックに入っている人気のカードがあるからこんだけ高騰してた部分もあるんですけどそれがねなんじゃもっていうキャラクターの カードなんですよこんな感じでこれが発売のね最初はですね29万円とかこのカード1枚がそれぐらいで取引されてたんですよマジってやばいじゃんっていうとこだったから、まあ、このね、えー、パックがめちゃめちゃ高騰してたという部分はあるんですけどただそれがね速攻で値段が下がってるんですよ14万円とかそういうとこまで相場が下がってるみたいでこの1枚のカードの価値も暴落しちゃってるということなんですよまあ、だからおのずと このねパックそのものが、えー、暴落してるという形になるんですけどまあ受注生産も発表されたらもうもはや今買う必要なくなってるからねまあ、なので今まだ転売ヤーでね持ってる人っていうのは在庫処分するために一気に値を下げてくれるんじゃないのかなと思いますけどどん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 下落していくと思いますざまあとしか思えないですよねまあ仮にですけど1万5000円で売れてまあ、これ利益出るよーっていうような話だったとしてもね、えー えとメルカリの手数料とか送料を考えたら、まあ、1500円ぐらい、1万5000円で売れた場合、1500円ぐらいと引かれるとして、大体7000円ぐらいのプラスになるのかもしれない。で、えーまあ、先ほどお話した通り、1人当たり2ボックスが1回ね買える上限になってるんで、まあ、1あ5000円ぐらい自分の利益出るよっていうふうになったとしてもなんですけど、これわざわざさ、前日から並んでたりする日ですよ。夜11時から。 もうどこ でアルバイトした方が効率がいいぞっていうようなそこまでね落ち込んじゃってるんで少なくともね割には合ってないことをやっちゃったとこまで追い込まれてるんじゃないのかなと思いますまあそしてその在庫がそもそも売れなかったらもう完全に爆死になっちゃうので、まあ、どんどん値を下げないといけないというメンタル的にかなり追い込まれてるんじゃないのかなとおとびつは思いますけどねまあとにかく転売屋並々でざまぁというようなお話ですちょっとだけねまあ、この感想を見ていこうと思うんですけど最近の転売屋とかにわか転売屋 は完全に爆死しててるよねってスノーハザードを7500円で転売して送料手数料で1000円ぐらいしか残らないでしょうって、まあ、これ今回人気だったやつのもう一つのパックの方ね、えー、だと全然プラスにならないでしょうってもっと他のことに時間使うよっていやほんとそうなんですよ え全然割に合わないんですよね。で、まあ今とかだったら求人とかでも飲食店でもめちゃめちゃ求人とかやってるし、あのー、最低賃金もすっごい上がってるんだから、普通に働いた方が得じゃんっていうとこまで来てるんですよ。なんのためにやるんだろうね。こっちらいいねさせていただきますね。とか、あとメルカリでクレイバーストボックス100件以上ある。転売屋からは買わないように在庫を抱えたまま、まあ、爆死してくれって今回のでね、まあ値下がりしてもまだまだ100件以上あるぞって、この人たちから買わないように しないとなーっていうようなねそんなことも言われてますだって受注生産入ったら 何パックでも買えちゃうからね。うん。とか、えー、他にはね、えー、クレイバースト受注生産って、ボックスホールドしてる転売ヤーは爆してもらって、って、もう今売れてないやつは売れねえからな、っていうようなね、そんな意見とかもありますね。こちらもいいね。させていただきますね。とか、えー、他にはクレイバースト受注生産決定って、まあ決定ではないけど、まあここまで発表するってことはほぼやるんじゃないのかなと思いますね。で、ありがとうございますって、値段は下がってるけど、まだメルカリから買っちゃダメですよって買わずにどんどん値段下げさせて、 近い値段になったらみんな買っちゃいましょう買い占めて調子に乗っていた転売屋を爆死させましょうってまあそれでもね 定価に近くなっても元水は買わない方がいいかなとは思うんですけどま買っちゃうと転売屋のね資金になっちゃうんでまこちらもいいねさせていただきますねでねまあ、こういう風に転売屋並だめだっていうようなお話なんですけどそれと一緒にですねこんな風にね、えー、報道されてたんですよ、えー、地上波のニュース番組 N キャスっていうものでねこういうことがね報道されててドセロンで草っていうことをね突っ込まれてるんですけど子供がポケモンカードの、えー、転売屋に対して思うことをね、えー この報道されてるんですけどちょっと読んでいきますね。ちょっと見づらいか。見づらいですけど、こう、店売屋だけはマジでふざけんなーって思うみたいなね、感じで子供がね、言ってるんですよ。子供がポケモンカードで遊びたくても遊べねえ状況になってるぞーっていうことでね、ふざけんなって思うって怒ってるんですよね。もうほんとそうだよ。子供のためのものだからね、本来ポケモンカードとかおもちゃとかってね。で、えー、こんな感じで欲しくもない人が他の人に高値で売りつけてって、もう子供でもね、よく知ってるみたいなんです でさら、ねえー、に、えー、最低だと思うっていうことで子供からも悪いやつ認定されてるんですよねで、えー、自分だったら恥ずかしくてできないなって <laughs> 子供にここまで言われてるんですよボロクソ言われてるんですよねで、えー、他には大人ならまともなことをししてて稼いでしいでですって <laughs> 子供にめちゃくちゃ言われてるじゃん大人ならまともなことをして稼いでほしいですって <laughs> 自分だけで良ければいいって考えが格好悪いって。いや、まさにそうだよね。まあ、現状で法的にね、転売を取り締まるってなかなか今難しいからこうやっていっぱいいろんな人がいるわけですけど、ただ、モラルの問題だよね。モラル、マナーとか。商品を買い占めて、買えない困ってる人がいるっていうのを見てえ、じゃあ値段釣り上げて売りましょうっていうね、まあ、そういう本当にね、人が困ってるのをね、商売にしてるっていう、めちゃめちゃかっこ悪いことだと思いますけどね。自分だけは良ければいいって考えがかっこ悪いって。いや、ほんとそうなんですよ。 で他には子供の幸せを奪うような人には、えー、なりたくないっていう風にね、まあ、将来はなりたくないぞっていうような声とかねまあ子供からここまで <laughs> バカにされてるんですよねあんなのなりたくないってでしかもねこの映像に関して15万いいねとかもついてるからねどれだけみんなこういうふうに思ってるかっていうのがすごいわかるんですけど1300万表示もされてるよすっごい話題になってるんですよ、まあ、子供でも転売やこんなにボロ臭いんだっていう風にねマジで土星論だと 思いますだってしかも割に合ってないようなことばっかしてるってマジ わかんないもんねということでネットの反応もね見ていこうと思うんですけどまだ転売に罪悪感のかけらもあれば純然な子供に正論言われるのは聞くだろうけどねってまあほんとそうだよね普通の人が見たらうわこんなこと言われるもうや,るやらない方がいいなって思うんですけどガチ転化するには悔しいが聞かんだろうなそんくらい終わっとるいろいろっていうことでまあその人たちには一切聞かないんじゃねえのかって、うんまあ、こちらもねいいねさせていただきますね、まあ、確かにね 結果それでもこっちの方がいいとかって選んでる人たちばっかりですからね。とか、えー、他には、転売バこれ見て反省してほしいけど、無駄だろうなって、もうこれが分かんないだろうなって、人から嫌がられてまだこんなことやってる人だから、まあ、確かに無駄なのかもしれないですね。まあ、こっちゃんもいいねさせていただきますね。とか、えー、なお、転売屋さんの意見って、俺たちのおかげで当日並べなかった人や地方とかで買えない人たちの手に渡るからよしって、まあ、そういうのなんか、元もなんとか。 見ましたよね動画とかでもお話ししましたけど、転売ヤーさん意見ではこういうことを言ったりするんですよ。あいつらは話通じない宇宙人みたいなもんだからどんだけ言っても無駄だよって、まあ確かにそうですよね。あの転売ヤーが自分たちを肯定する意見ってマジでわけわかんないもんね。こちらもいいで、ね、させていただきますね。とか、えー、グー正論っていうことで転売やってるやつは恥ずかしいぞって、いやほんとね。 恥ずかしいっていうのを認識しながらやってるんだとは思うんですけどね。まあ、こっちらもいいねさせていただきますね。そうまでしてわざわざやらないといけないことなのって。普通にどっかでね、あ働けばそれだけの割に合う仕事があるのになんで死ねんだよっていう風にになりますよね。とか、えー、そこいやの大人より大人すぎるその心を忘れずにこれから生きてくれっていうことでね、まあ、こういう子がちゃんとね育ってほしいっていうのはね、そんな声もあったりします。ということで、ね、まあ、今回はテンバイヤーさんの涙目の話と子供からボロ クソ言われてしまうっていうようなお話でした皆さんの意見もねぜひお聞かせいただけたらなと思います元光のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました